この時間はゲストを迎えしています。本日東証マザーズへ新規上場されました証券コード7038フロンティアマネジメント株式会社代表取締役松岡正弘さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは早速ですが、まず本社の事業内容の話からお願いいたします。はい、我々フロンティアマネジメントは最初はもともと産業再生機構でやってたメンバーでスタートしましたので。あ、なるほど。企業再生からスタートしたんですね。あ、なるほど。そうだ。これはその後それ以外の、事業も増やしまして、全体今ちょうど画面見ておりますけれども、上の2つですね、経営コンサルティングの事業と、それから右の方が M&A と書いてありますが、これ企業の買収とかあるいは売却のお手伝いなんかをする仕事、この2つが全体の 90% ぐらいを占めていまして、もともと創業の再生支援が 6% 強と、この3つが柱になっておりまして、全体で40億弱ぐらいの売上をですね、昨年は上げております。なるほど。その業績の推移なんですが、見通しも含めましてお話をいただけますでしょうか。2010年代の半ばというのは少し厳しい時が、正直ございましたが、ここに来て非常に数字が上がってきてございます。過去数年間見てますとですね、これは過去5年とそれから今年の見通しなんですが、棒グラフが売上で左の軸になります。着実に伸びてきてございます。ただ一方で2010年代の半ばはですね、海外拠点を作ったり、新しい事業を作るということで、人を採用するなどして、先行投資をかなりしてまいりましたので、ちょっと収益があまり芳しくない時もございました。なるほど。ただそういった種まきの時期が、しっかりと終わってきましたので、昨年からはこの棒グラフで見ていただくと分かりのようにしっかりと利益が出てきてございます。これ一番右には今年の数字の予想がありますけれども、1月から6月までの上期の累計で、通期の見通しが4億6200万、462なんですけれども、上期すでに4億4600万ということで、98% もすでに上期達成しておりますので、利益ですよね。下期あとどれぐらい積み上げるかということで、意欲的になってございます。なるほど。さて御社、先ほど話しいただきましたように、割とユニークな立ち位置にいる会社さんかなと思うんですが、御社のビジネスモデルの特徴をですね、いくつかお話しいただければと思うんですけれども、コンサルティング会社とか、M&A の会社ですと、コンサルタントだけがいるとか、あるいは弁護士事務所ですと弁護士だけがいるということで、比較的売り手発想といいますか、同じ人ばっかり集めた形のコンサル会社が多いんですけども、なるほど。我々どもは、今ちょうど円グラフが出ておりますけれども、これは創業1年目から弁護士も会計士もそれからアナリストも投資銀行出身者もということで、非常にたくさんのプロフェッショナルを集めて、そしてお客様のその、ステージステージに合わせて、合ったチームを作って、でそのチームを送り込むということで、特に中堅企業のお客様に非常にご愛顧をいただいておりますね。なるほど。あとは顧客基盤の特徴もお話しいただけますでしょうか。そうですね。これ今日本地図が出ているかと思うんですけれども、これ色が濃いところが我々 のお客様がいっぱいいらっしゃるところです。例えば我々長野に支店を持っているんですけれども、長野はもうお客様いっぱいいらっしゃいますと。なるほど。あるいは中国地方もそうですしと。でこれなぜこんなことが創業12年目の会社でできているかといいますと、特に地方銀行さん中心に約50行と我々連携提携をしておりまして。なるほど。そういうその銀行さんのお取引先で M&A のニーズであったり、コンサルティングのニーズがあれば我々がそれをお受けするという形です。だいたい我々のどうでしょう、年間の売上の 40% ぐらいがこういった銀行さんからの紹介ということで、非常に安定した収益基盤を作れているというふうに自負しております。なるほど。そういうことだったんですね。あと3つ目の特徴として海外ネットワークということを挙げていらっしゃいますけれども、このあたりはいかがでしょう。昔はですね、海外展開といいますと、例えばトヨタさんとかソニーさんみたいな大企業の製造業だったと思うんですが、最近はやはり少子高齢化の中で大企業でもなく中堅企業とか地方企業でも海外と連携提携していくという時代に入ってきました。その点では我々中堅企業に非常に強みを持ってますフロンティアとしてはですね、今画面に出ておりますように、海外の、提携企業を約50社持っておりまして、
我々自身の会社としても東京、大阪、長野以外にですね、はい、上海、シンガポール、そしてニューヨークにも支店を構えまして、はい、大企業のみならず中堅企業、それから、地方企業の海外展開をサポートしておりまして、まあ、現在12年目の会社ながら売上、M&A の売上のすでに3割近くがこういった海外の提携のお仕事になってございます。なるほど、なるほど。さて、サービス提供 の、 その実績のですね、なんて言いますか、内容とか、はい、その辺もお話しいただけますでしょうか。そうですね、もともと産業再生機構で私どもは大英とか金坊さんの、再生を担当しておりましたので、なるほど、会社をスタートしたばかりはどうしてもそういった消費系が多かったんですが、あ、なるほど、そういったものだけではないということで、こう増やしてきた歴史がございます。こちらも今画面出ておりますけれども、はいはい、これがこれ金額ではなくて、毎年毎年頂戴している件数の推移なんですが、これ見ていただきますと、昔はですね、一番下の小売卸売業とか、この辺りですね、こういうのが非常に多かったんですね。はい、そうですね、はい、ところがリーマンショック以降ですね、はい、円高の中で、むしろ産業材、製造業が非常に厳しくなっていく中 で、ね、我々どもはそういったところを増やしてきていますと。なるほど。で、年間、今昨年ですと300件以上のお仕事をいただいておりますので、1営業日数あたり1件以上新しいお仕事をいただいているというところでございます。あ、なるほど。これかなりこう産業分野っていうのは、広くこう分散してますよね。そうですね、やはりどんどん我々はもともと産業アナリストを何人も抱えておりまして、優秀な産業アナリストを増やしていくことで、セクターの、カバレッジといいますか、カバーする範囲を広げてきております。なるほど。さて次に市場の動向もちょっとお話しいただけますでしょうか。はい、そうですね、先ほど少しお話ししたように、我々得意なのは中堅なんですね。なるほど。今画面に出るかなと思いますが、はい、我々どもこういった中堅企業とか地方の大手さんと、ここですね、あるいはですね、大手企業の中でも非中核事業と、あ、なるほど、なるほど、こういうところですね。そうなんです。こういうところはやはり、例えば経営企画部とか、あるいは社長室とか、はい、そういったものがそんなに強いところばかりではないので、なるほど、我々が弁護士も会計士もみんないますので、そういうその経営企画部のアウトソース会社という形で、ご愛顧いただいているという形になりますね。なるほど。今後はですね、こういう意味でいきますと、我々の強みを生かして、もう少し小さめの会社だったり、もう少し大きい会社に広げていくことで、まだまだクライアントベースというのは拡大できるんじゃないかなというふうに思っています。次のグラフで中古型の MA の、グラフをいただいているんですが、こちらはどんなふうに読めばよろしいですか。そうですね、我々の今後の成長はいくつか の、 戦略がありるんですが、一つの大きな塊は中古型の M&A なんですね。なるほど。これは少し複雑なチャートなのでご説明しますと、棒グラフが国内の、M&A においての1件当たり金額がどうだったかと。なるほど。左のメモリですね。2011年12年の頃はこれ左のメモリになりますけど、1件当たり30億円ぐらいだったんですね。30億強だったんですね。それが最近はですね、右の方に目を移していただきますと約10億円ぐらいということで、非常にこう細かい M&A が増えています。これはやはりその大手の証券会社さんとか外資系の証券会社さんはやっぱ扱わないところでして、我々の独壇場になっております。それからこれ金額はちっちゃくなってますが、今度折れ線グラフを見ていただきますと、これちょっと右メモリなんですけどね、5、6年前は毎年1000件ぐらいだったんですね。これが直近では2000件を超えてきてますので、マーケット自体が件数が倍になっていると。そしてしかも扱うものが大手の証券会社が扱わないようなものが増えているということで、我々にとって非常に強い追い風が吹いているというふうに思います。これはこの案件の掘り起こしっていうのは、やはり先ほどお話しいただいた、地方銀行さんとの連携とか、そういう中から出てくる。そうですね、地方銀行さんからの連携が全体の4割と申し上げましたが、それ以外に我々の中に産業調査部というのがありまして、なるほど、その調査部に私もそうなんですが、昔その杵塚でですね、証券アナリストが何人もおりまして、なるほど、なるほど、そういう人間がその産業のトップの面談をしながらですね、案件を発掘していくと。これが全体のまた2割ありますので、それは大きいですね。じゃあ独自のってことですよね。そうですね。なるほど。その
まあ、土地勘がそういう人はあるから、ね、大体わかるということですね。しかもその経営トップに直接話せるというところが非常に大きな強みだと思いますね。その辺はいわゆる証券会社 の証券アナリストの人たちの、まあ、力ということなんですかね。やはりその一つの産業をですね、うん、20年ないしは30年見てますと、うん、昔経営企画の若い課長だった人が社長になったりとかしますので、そういうケースがあります。やっぱり社長とかですね、役員とがっちりこう組めると、うん、でこれは多分他はできないところだと思いますね。なるほど、そういうことなんですね、はい。さて成長戦略についてはどんなふうにお考えですか。はい、これ一つは先ほどお話ししております全体の4割を占めております、はい、地方銀行さん、はい、あるいはメガバンクさんからのお仕事をどう増やしていくのかと、うん、でこれがですね従来はこれ今ちょうど出ました、左の方になりますけれども、従来は、まあ、そういう金融機関の方からは、事業再生の案件をもらってました。なるほど、なるほど。これはもともと産業再生機構のメンバーがやったということで、どうしても融資部門さんだけのお付き合いが多かったんですね。なるほど。で、はい、これがですね、今我々お付き合いのある50校のうち大体4割程度は今度右みたいな形で線じゃなくって面で付き合いましょうという形に変わってきておりまして、事業再生だけではなくて一般的な前向きのコンサルティングとか、あと最近ですと戦後、会社を作られたところがですね、事業承継をするというのも莫大に増えている案件ですし、それからクロスボーダーの M&A、うん、これもやはり地方の特に消費を扱っているようなところもですね、うん、地方の人口がシュリンク、ちっちゃくなっていく中でどうやって成長するんだというのの一つの選択肢が海外なんですね。なるほどね。はたまた銀行本体のコンサルティングがあるということで、広がり、質量ともにですね、広がりを示していきたいというふうに思っています。最後になってしまったんですが、はい、テレビをご覧のですね、投資家の皆様にメッセージをお願いいたします。はい、そうですね、我々ども前見ていただいたようにですね、業績は過去数年きつい時期あったんですけれども、昨年あたりから、種まきが終わって非常に利益が出てきているというふうに思っております。ちょうど今画面出ておりますけれども、上期でもうほぼ通期の数字を我々達成しておりますの でこの下期もそんなに大きな不安があるわけではありませんので、うん、こういった形で数字をしっかり出していって投資家の方々の期待に沿っていきたいというふうに思っております。わかりました。本当に今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。